ヨンベホトこと、ヨハネス・アントニウス・ベルナルドス・スメホトは、オランダ・アムステルダム出身の元同国代表サッカー、選手でありサッカー指導者。ポジションは DF。現在は、アラブ首長国連邦代表のアシスタントコーチを、務める。1974年、HFC ・ハールレムで、プロデビューを果たし、1シーズン後に、AG ・アルクマールへと移籍した。AG では6シーズンを過ごし、 1980から81シーズン、クラブは UEFA カップ決勝に進出、イップスウィッチタウン FC と対戦した。2戦、合計4から2で試合には敗れたものの、メホとは CB ながら1得点を記録した。1982年、レアルマドリードに移籍した。1年目はドイツ人 DF のウリシュティールケとコンビを組み安定した、守備を見せたが、 2シーズン目は、当時のピッチに同時に立てる、外国人選手は2人までという規則により、ホルヘ・バルダーノにその座を奪われ、出場機会が減少した。レアル・マドリードでの出場機会減少を受け、イングランドのノッティンガム・フォレスト FC へと移籍した。ノッティンガムでは守備のようとして活躍し、在籍4シーズンでリーグ戦に116試合出場、15得点を記録した。 1987年にトッテナムホットスパー FC に活躍の場を移したが成功を収めることはできなかった。1988年フェイエノールトにベテラン選手として入団した。当時のフェイエノールトとアヤックスの間には激しいライベル関係が存在し、メホト自身もアムステルダム出身であったゆえ、最初はフェイエノールトサポーターに受け入れられなかった。しかし、メホトが アヤックスユースではなく DWS ユース上がりだということとメホト自身の活躍からすぐにサポーターの支持を得た。1992から93シーズンにはエールディビジオ制覇。翌1994から94シーズンの終了を経てその長い現役生活に終止符を打った。1978年11月15日、ドイツ民主共和国代表選にて、 ヨハン・ニース・ケンスとの交代で A 代表デビューを飾った。また、オランダ代表として UEFA 欧州選手権1982参加した。現役引退後すぐにサッカー指導者としてのキャリアを開始し、1996から97シーズン、自身初となるトップチームの指揮を務めるクラブとして SBV エクセルシオールが上がった。しかし、 1>, 1シーズンで解任され、2004から05シーズンに再度復帰するもまたもや1シーズンで役目を終えた。それ以降は主にイングランドのクラブでアシスタントコーチとしてサッカーに携わっていたが、2019年からはアラブ首長国連邦代表のアシスタントコーチを務める。ありがとうございます。